もこれちゃんもと申します。毎度大きにさて皆さん、ワザップというサイトをご存知でしょうか。このサイトはですね、誰でも自由に裏坂書くので、中にはこんな書き込みもあります。高橋経済特区を高橋経済特区にする裏技タイトルはおもろいといったわけのわからない書き込みもありつつ、中には結構ガセネタも多いんですよ。なので今回そんなワザップから裏技なんかピックアップします。その時本当にできるのかどうか試していこうかなと思います。さてまずはヤガラのさんまでやってもらいました。ヤガラの透明床、こんにちは。やり方1、ヤガラヤグラ2、第一関門を突破する。3、坂の段差を登ったあたりで降りる。4、ヤグラの下に延期 L スティックを前に倒しながらビューボタン連打。もっと最強バグ勢過去復帰つえ猫さんのいろいろなヤグラ神バグ集の中にあります。結果入れる。この人発見したんかな。ちょっと名前長いけどな。これ第一関門突破して坂のとこやろ。これこの手のバグね、結構あるから、あ、ここやな。オッケーで、こういうスロープのとこにヤグラが差し掛かったら、これ戻ってくるときによ、これ戻ってくるときに、あ、もうちょっと進めたらいいな。戻ってくるときにここに挟まんのよ。こっちの壁あんま塗らん方がよかったかな。あー難しいな、これ塗らん方がやりやすそうやな。オッケー、ちょっとやり直そう。よし、あー結構猶予ないわ難しいな。同じぐらい技やったこれスロープより今まで一番短いかもしれんな。これはちょっと難しいぞ。あーむずい。あーむずーい。あー行き過ぎてる、うわー短いわー。おお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 なんかちょっとめり込んだよな今。あー今なんか半分めり込んだやんなあ。おら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 、無理やー。しゃあない見るか元最強バグ勢かっこ復帰つゆ猫さん見るかごめん全然場所違った危ねえ、これ見てなかった。これ永久にやってたよ。なんならこっちですり抜けてたまである。でこの先やここ、あーちょっと落としな。これもうちょっと行って、こここれでこうやって連打したら、あーこれはいける雰囲気あるよ。雰囲気はある。いけたー、SSD それは。いけさせて。あー、くそ。無理や。押し出されるやんけな。なんで？いや、修正されたまである、まであります、これ。いや無理や、まあ、これ比較的簡単にできそうやから修正されたんかもしれんな。無理やな。いや修正されてないっぽい、どうやら。いや修正されてないんか。じゃあできるな。残念ながらできるわ。いやできへんわ。おー来た、あー来た、できた。できたやん。なるほど、これで透明界乗れるらしいねんけどな。ちょっとそこまでやるかと言われたらちょっと疑問は残るよ。やれっちゅう話ないけど。これギリギリまで行って、こう、お、来た。あー惜しい。これわかった、奥の奥までまず行きます。普通に移動して、でここでやる。これでやると、ほら、ちょっとなんかいけるようになる。なぜかコツ掴んできた。来た。これで、ここ。あー、いい？はい、ちゅうことで、あのすり抜けた手前かな？どっかになんか透明床があるらしいです。ということで、みんなから試してみてください。俺は次の裏技に行きます。さて、お次はロビンにやってまいりました。カニタンクの可能砲が角位置になる。
フェス期間中のロビーまたはフェスマッチでしかできません。バグなのですぐに修正される可能性が高いです。フェスマッチで使用したとしてもいつの責任を負えません。金団子を貯める。金太が少しでかいのは気にするな。そうなん？可能法で直撃でイカバンカーがあれに当てると直撃120の食い棒になる。結果やばいバグ。え？カネタンクなの？なんかポコーンってやつってさ、90ダメージじゃなかったっけ？ 120 も出んの？やってみよう。さあカネタンク溜まりまして、でこれでここにボンって当てるの。うわうわ、ほんまや、なんで一角じゃなかったよな。ああ、そうなん、これロビーだけじゃない。武器屋でもやってみる。さあ武器屋の試し打ち場でも120出んのかね。いくよ。あーほら90や、やっぱり。なんで 120? なんで？イカッチャはどうなの？いくよ。はい、やっぱ90やな。うん、90やな。なんでロビーだけダメージ違うんやろ、謎やな。え、これ試合でどうなん？実際やってみる。まあオープンでやってみるか。まあ試合は普通に90ダメージやと思うけどね。確かめるのが難しいけどな。うまいことこう直撃当てなあかんから、ね、しかも相手がダメージを負ってない状態で直撃を当てないと120出てるんかちょっとうまいことわからんっていう。まあ多分ロビーだけのバグちゃいます。まあ一応試していこう。 OK、 溜まった。どう？あ、今パペット当たったね。あ、90ダメージやわ多分。うん、今なんかペチペチって当たったの。まあ念のためもうちょい試す。まあバトルでは90っぽいよ、どうやら。来た。ちゃうよね。ほら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 、今直撃当たったでしょ。倒せんかったよ。やっぱ90ダメージや、バトルでは。あぶねえ、これで120ダメージやと俺も炎上してたまであったよ。ほんまにバグと分かって使いましたみたいな感じで、ほんまに危なかった。あー、危ない危ない危ない。ほんまだからどっちかというとなんかこう命がけの検証みたいなとこあったよね。うん、まあやっぱプロワザッパーたるもんそれぐらいはもう当たり前なんやけど。あ、いた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 。いや負けるんかいこれ。絶対勝ったわと思ってた。さて、次は熊さん紹介でやってまいりました。死亡ログが出ない。まず熊野郎紹介に行きます。熊野郎の話でバイトを始めます。特殊部金鮭屋参加者が出るまでやり続けます。金鮭屋参加者が始まったら管轄戦を打ちます。いつも通りにインクが噴射してくるので噴射みたいなインクに当たってダメージを食らって死にます。結果死亡ログが出ない。そうなん？管轄戦にやられたとかで出へんねんな。やってみよう。これね、ちょっと前の企画で出てたんよ。仲間を召喚せなかったな、これな。よし、来た。押して。準備 OK、 押して。そんなんしてんと。いや、OK、押してて。なあ。OK、押して。OK、OK、OK、削って削った。危ない、危ない。一生始まらへんかな、思ったわ。オッケー、確かこれのウェーブ1がね、この完結戦ボン上げるやつでしたね。これで試してみよう。オッケー、いいよ。あー、暗くなってきました、暗くなってきました。おーし、完結戦これになったってデスする。あ、ポンポンポン。はぁ、デスするデスする。はいはい、なんか出る。ほんまや、なんも出えへん。ほんまや。迎えてみよう。ほらほら、何も出えへん。ほんまやん。けどこれよ、この完結のダメージでデスしましたね。どういう状況が語られたらそんなことが起こるんでしょうか。はい、ってことで抜けます。あとは一人で楽しんでください。さて、次はロビーにやってまいりました。ロームがカコココココってなる。ロビーでエナサとイカバンカを使ってすり抜けできたら中でローンにしてなんかね、これ見た方が早いって途中まで説明すんのほな。ふっ、ちょっと見ましたけれどもね、まずエナスタにしますよと。これエナスタのすり抜けね、難しいよな。さあ貯めまして、貯めたらここ行きまして、ここにエナスタ置きまして、この壁すね、これ久しぶりにやるな、エナスタの壁抜け。
ほら、でけへんやろ。これ、時間かかんねん、これ、マジで。これ、なんか、アップデートされてからね。これね、すり抜けすんのめっちゃむずなったんよ、ほんまに。だー、むずっ。うっとうしい。時間かかるやつやん。来た。あー、来たけど、手前乗れへんかった。このブロックの中に入らなあかんのよ。お、なんだ？おう。すり抜けた後に止まって、手前のね、ここ、ここの中に入らなあかんの、ここの中。来た。だー、もう、うっとうしい。耐えれへんって、あれ。出てまうて。あー、惜しい。よーし、来た、入れたー、やっとできたー。オッケー、オッケーで、カスタマイズからロボムに変えねんな。で、なんかこの辺でこうやって投げたらクルルルンってなるらしい。あ、ボボ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 、なった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 。あ、ボボ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 ボ、あ、なったなったなった。あ、分身した分身した、ボボ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 ボ、俺がどうなんだ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 。おお、復活した復活した。あー、どこ行く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 、それ忙しのーかかかかか、おいだだ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 、無事した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 。ほんで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 、あ、あれあ、死んでもうた。あ、死んでもうた。ロボム、ここが壁か。ここがツラツラの壁やな。で、なぜかなぜかよ、なぜかここでロボム投げると、ガンガラ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 ってなるっていう話でした。あ、やばいやばい、あ、ばばばばばばば。さて、お次はマヒマヒのさんもやってもらいました。マヒマヒリゾート&スーパーの小ネタ。これじゃ初投稿です。今回はマヒマヒ&リゾートスーパーの、そこに行けるん系のネタを紹介します。手順、僕は成功した時の条件。1、マヒマヒリゾート&スーパーの、なんでふぞとフルネームで言うん？マヒマヒでいいやん、もう。エリアの散歩に行く。武器は中量級以下。に、島が浮かんでるところに行く。過去、この時、リス地側から数えて二つ目の島に行く。小さな濡れるブロックと、浴衣の真珠より一つ高い色付きの壁。小さなブロックの色付きの、壁際の側面を塗る。小さなブロックの色付きの壁際の側面でイカのぼり状態になる。そのまま端っこギリギリまで上に行く。ギリギリのところで色付きの壁の方にイカロールをする。説明したらごめんなさい。画質悪いと思いますが、写真を参考にしてください。結果、色付きの壁の上に乗れる。オッケーオッケー、乗れそうなとこにないとこに乗れるというやつや。オッケー、やってみよう。で、どこやろ？ん？島が浮かんでるとこに行きまして、リス地から数えて2つ目の島。あ、ここか。オッケーオッケーオッケー。はい、来ましたよ。うん。え、ここに乗れるってこと？乗れるで、普通に。ちゃう？こういうわけじゃない？小さなブロックの色付きの壁の側面を乗る。あ、ここってこと？ここでイカ登り？イカ登り待機状態？こうやったら乗れるってこと？え、嘘？え、普通にここから乗れるやん。え、ごめんごめん、どういうこと？怖い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 。え、怖っ。え、普通にイカジャンプで乗れるとこ、わざわざイカロールで乗れるって言われましても。まあまあ乗れるけども、うん、こっち？こっちじゃない？まあ、ちゃうよな、2個目の島って言ってるからあっちで合ってるよな。え、怖い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 。え、なにこれ。え、いや今回ね、裏技豊作やったんで5個目しょうもないやつじゃなくて、なんかまともなやつ選んだんよ。うん、え、しょうもなかったやん、じゃあよかった、ある意味。